はいどうも隊長です。というわけでズラタン監督キャリアの続きやっていきたいと思います。前回丸目相手に大敗を喫してしまい、その後ねちょっと時間外で試合やって、まあ、動画も撮ってたんですけど、ちょっと精神的に来ちゃっててね、なんと丸目に4対1で敗れた後の怒涛の3連敗、丸目戦も含めれば4連敗ということで、なんでこんなことになったのかちょっと自分でもわかんないんですけど、その丸目戦まではねめっちゃ調子良かったんですよ。4連勝ん ?8 連勝ぐらいか。そう、丸目戦まで8連勝ぐらいで来てたんですけど、丸目戦で崩れて、その後、まあ、3連敗して4連敗でもう優勝は無理だろうなと思って、でその後の試合もなーなーでやってたんですけど、まあでもなんとかその9月に息を吹き返して3連勝して、で10月ちょっと 1-0 で負けましたけども、まあ勝って引き分けて、でまた負けて、で2連勝して今に至ると。ちょっと勝ったり負けたりっていうね、浮き沈みが激しいんですけど、今のズラタン監督のファルケンベリーは。で残す試合数もあと2試合です、今シーズン。で今ファルケンベリーの順位が2位で、4連敗した後はもう優勝無理だろうなと思ったんですけど、まあ残り2試合丸目がこれ多分2連敗しない限りはファルケンベリーの優勝ないですね。勝ち点差が5に広がっちゃってるんで、仮にファルケンベリーが2連勝したとしても61ポイントで、丸目がまあ2連敗してくれたら逆転優勝できるけど、まあ無理だな、厳しいな、うん、無理無理無理。なのでまあちょっと目標変えてっていうか、まあキジトを得点王にするということで、現在キジト19ゴールです。で、すぐ下にハクサバノビッチが来てるんで、もう追いつかれないようにここキープするしかない。で、アシストはまあ、マナコフで決定かなっていう感じです。で、今シーズン終わったら、もうもちろんもう違うチームにズラタン監督はもう行くって決めてるんで、まあ一応ね、もう3日か4日、来月の3日か4日あたりにちょっとオファー出そうかなと思ってる。俺ちょっとスウェーデンリーグのことよくわかんないけど、リーグ戦終わったらまたなんかリーグのトーナメントとかやらないよね。結構間空いてるからな、12月で終わるの早いから。大丈夫だよね。ちゃんとここで終わるよね。さあ、というわけで、ズラタン監督にとっても残りの2試合、もう 1% ぐらいの確率だと思うんですけど、逆転優勝目指していきましょう。で、メンバーです。まあメンバーはいつも通り、まあキチット自身ね、もうまだ24だから、全然成長できそうな気がするんだよな。得点を取ったら、ね、次行くクラブ、ズラタン監督はね、キジト持ってくることができるんで、マナコフも今シーズン2桁得点、2桁アシストが課題なんで、その課題をクリアすることができれば、ズラタン監督、次のクラブへ持っていけると。まあ、その他の選手は、まあまあまあ、ファルケンベリーで頑張ってくれって思うわ。というわけで、エーレブルー戦、5位ですね。やっていきましょう。19ゴールです。20。いけるね。よし、行きましょう。当初目指していた優勝という目標はもう可能性としてはほぼ低いんですが、まあ、最後はしっかりと連勝して終わろう。いい気持ちで次のクラブへ行こう。 OK、 PK じゃないか。まあ、ズラタン監督も最初のシーズンにしては、おお惜しい、こっちに、まあいい働きをしたかなっていう感じです。ちょっと資金面でねかなり苦労しましたよ。欲しい選手を獲得できなかったし、次行くクラブはなるべくちょっと資金多めのクラブかな。だから今シーズンあっても100万ユーロぐらいだったからね、マジできつかった。やばい、ファーサイド、あーセカンドボール、ナイス、こっちに、あーさすがっす。4連敗してるときな、結構セカンドボールでやられてたんすよね。あ、来た、キジトー、あー強い。これで20ゴール目です。持ってるな、うん、これもマナコフのアシストだしね。本当に今シーズンこの2人いなかったらひどい結果になってただろうな。ファルケンベリー、マナコフにキジト、とりあえず今シーズンのファルケンベリーはキジトとマナコフにしかフォーカスしてないからね。その他の選手には別にそこまで注目してなかったんで、まあほんとこの2人は期待に応えてくれましたよ、ズラタンの。やばい、あー怖い、これ嘘、オンゴール、いやー今カットできなかったか、これ多分普通にゴールだな相手の。あー分かりにくい、あ、オンゴールでしたね。
エリクソンのオンゴール、この位置からのクロス、前半終了。いや本当に今シーズンは簡単な試合一試合もなかったな。多少はやりやすい試合あるかなと思ったけど、まあ一試合本当拮抗してたからな、まあ、たまに4点ぐらい取ったりするけど、もう基本接戦だから。きた、おい、うまい。誰決めたの？マスイゼンか、アンカーのマスイゼンですね。ナイス、いいタイミングでいいボール入れた。本作低いグランダーやっぱ強えな。うまっ、時間かけろ時間かけろ。あー嫌な位置、うわー、マジで。そこで89分、試合終了間際に、あーもうめっちゃいいクロス入れられた。いやクロス上げてくると思わなかったもん。いつも上げないじゃん、いつも上げないのにここで上げる。うわめっちゃナイスじゃんこれ。うわこれはやられた、まあ、これで優勝消えたな。うん、あーまあ今シーズン優勝できませんでした。おそらく丸目は勝ちましたでしょう、まあ、仮に丸目が負けたとしても無理ですね。というわけで最終節前に仕事を閲覧の方を見て、まあ、ズラタン監督はですね逆オファーを送りました。まあこのクラブだったら、まあ、いけるんじゃないかということで、まあ、ちょっとでもなんかね現役の頃のズラタン監督に関係するクラブに行きたいと思いオファーを送ってます。まあ、その返答に関しては最終節が終わってからですね。というわけで最終節やっていきます。最終節も前回と同じメンツですね。最終節こそは勝って気持ちよく今シーズン終わろう。このメンバーで戦うのも最後だ。まあ、キジトとマナコフはまだこれからね関係を築くことはできるんですけど、その他のメンツはもうこれで最後です。次のクラブへ連れていくつもりはさらさらないんで、まあ、でも2位で終わればファルケンベリー来シーズンヨーロッパリーグ出れるんだよね。まあ、そこはもう頑張ってほしいかな。そこまではズラタン監督面倒見れんわ。おサイド、いやーそこダイレクトでクロス上げよう。マナコフ、マナコフ、体体、勝て勝て、よしよしよし、ホッと上げて、キジト切り返して、いやーうまいなー、ほんと相手ディフェンス、しかもハエ行かせねえ、いやスライディングでも止められない。こいつすげえ、一人で何メートルドリブルすんだよ。体力めっちゃあるな。全然、あようやく取れた。よし今のうち。相手の左右サイドバックが下がってるうちに右サイドから攻めていく。あでもこっち空いてんな。いやーダメだ。うわー何やってんだ俺、あやられた、いらねえスライディング入れてしまった。スライディングはちょっと一か八かだったんですよね。普段あそこでスライディング入れないんですけど、いやもしかしたらカットできるかなと思って、いやちょっとこれはダメ。失点してない回とかマジで珍しいからね、多分1回ぐらいしかないんじゃない。ファルケンベリー多分10本ぐらい上げてるんですけど、無失点の試合とか多分1回ぐらいしかないと思う。その他9回はね全部失点します。おブラブラ、まあ、それでもねリーグの上位に食い込めたんで、まあ、全然いいんですけど。うわ PK、 うそー、マジか、この時間帯で PK はきついわ。これバールっすか、やってんなおい。おお外してくれた。うそうそ、遊ばれてるわ。最終節でこれが、
いやいやいや、そこ、いや、なんで、嘘だろう。うますぎだって、そこのつなぎ。いや、来るの分かってたけどな。クリアミスですね、完全に。いや、ボール取れるかと思う。いや、うまいな、シュート。てか、相手の前線選手、すげえ。めっちゃゴール決めてる。うわ、3-0 最終節。完封ですね。完璧にやられた。最後は、いい結果出せなかったな。さあ、というわけで今シーズン終了しました。結果を見ていきましょう。ファルケンベリは2位です。危ない。ソルナに追いつかれるとこだったが。いや、ひどい。本当にひどい。今までいろんなキャリアやってきたけど、ここまでね、失点多くなかったぞ。52得点40失点って。今シーズン本当に守備ひどかったな。まあ、最多失点クラブじゃないだけいいけど、なんかね、ちょっとね、なんかスランプに陥っちゃったよね。なんか勝ったり負けたりっていう試合が本当今シーズン多かったけど、まあそれでも2位です。残念ながらね、優勝という、もうリーグのトロフィーはね、獲得することできなかったんですが、まあ、ズラタン監督、監督1シーズン目で、ファルケンベリにヨーロッパリーグ出場というね、結果を与えたのはまあいいんじゃないかな。現実の方ではファルケンベリどうやら降格したらしいですからね。よくやった方だと思うよ。そして得点を、キジト。いや、見事。これはね、しっかりと与えた課題をクリアできた。もうキジトには今シーズン絶対得点を取れっていうね、宿題を与えてるんで。まあでも一応12位にはマナコフとかいるね。で、アシストはマナコフ14アシスト。というわけで、クラブの選手成績、キジト33試合出て21ゴール6アシスト。マナコフ33試合出て11ゴール15アシストですね。まあその他の選手も結果残してます。ブラボーなんか1アシストついてんな。なんかあったな。なんか1アシストした覚えあるわ。時間外でやった試合で。右サイドバックのキャプテンゾザも5アシストしてる。サイドバックは結果出してんな。って感じですね。はい。まあ、成長したかな、この2人も。この期間の間には。で、12月なんで、まあ、まだヨーロッパの方は全然リーグの最中なんですけども。というわけで、ズラタン監督が次行くクラブは、ロサンゼルス・ギャラクシーでございます。はい、現役でもね、ロサンゼルス・ギャラクシーでプレイしてましたけども、今度は監督として行きたいと思います。ちょっといろんなクラブに送った、本当にヨーロッパ。ね、結構ね、攻めたのは、セルティックとか、まあオランダのアヤックスとかね。で、プレミアは別にまだいいかなと思ってたんですよ。スペインもまだいいかなと思ってて。まあでも、もうセルティックもアヤックスも、もうそのあたりはもう全然ダメで、断られちゃってて。で、ここで一旦ちょっとヨーロッパはいいかなと。一旦ヨーロッパ離れて、まあ日本かアメリカ、そこ攻めてみようと思って。もしアメリカのクラブにオファーを送ることできたら、まあロサンゼルス・ギャラクシーが妥当かなということで、こっちに決めました。まあヨーロッパは一旦離れよう。うん。一旦離れる。と一度アメリカへ行きます。ロサンゼルス・ギャラクシーだったら、ある程度移籍金はあると思うんで、はい。行ってきます。お、ロサンゼルス・ギャラクシーのキャプテン、ダニエル・ステレス、センターバック、主力選手、ロサンゼルス・ギャラクシーへようこそ。よろしく。頑張りましょう。もうロサンゼルス・ギャラクシーはもう試合は終わったよね。もうリーグ終わりましたよね。2月に開幕じゃなかったっけ？ちょうどいい時期で来たってことだよな。ちょっとすいません。MLS あんま詳しくないんで、全然試合見てないし。現実の方。ただただイブラがロサンゼルス・ギャラクシーにいたからっていう理由で、その他のことは全然よく知らないんで。まあでも、そうなんだよね。東西に分かれてんだよな。そうそうそう。それはね、知ってるんだよ。東、ニューヨークシティか。ビジャとかいたとこですね。西、ロサンゼルス・ギャラクシー。今シーズン5位か。で、1回戦で敗退か。これもしかして。なるほど。MLS 決勝は、シアトル・サウンダーズ対 DC ユナイテッドと。0-0。これ PK 戦決着までは書いてないか。で、US のオープンカップとかあるけど、ロサンゼルス・ギャラクシーは、準決勝まで行ったんですね。とりあえず日程進めていこう。まあ、メンバーに関しては、次回ちょっと詳しく見ていくとして、いなくなりそうな選手いるんで、まあ、契約更新しとくか、しとこう。まずは主力選手のダニエル・ステレス。めっちゃ移籍金予算ある。3710万。給与予算も60万近くある。めっちゃある。ちょっと値上げしよう。4000。今シーズンよろしくな。オッケーオッケー。あ、そしてもう一人トップ下のサーシャ・クリエスタン。クリエスタン、なんかね、FIFA10 の頃、カバーに乗ってた気がする。パッケージの。ね、アメリカ代表でもプレイしますからね。これはもう、契約交渉でしょ。35歳ですけど、サブ要員に、まあ全然いいよ。ちょっとメンバーわかんないからまだ。契約延長1年。
もう1年頑張ろう。ちょっとね、ズラタンもちょっとロサンゼルスギャラクシーでどれくらいいるか分かんないんで、まあ言うて1年かな。2年いる意味ないかもな。じゃあ2000でどう。100ユーロアップです、給与。よしよし。でシーズン終了。あ、めっちゃいい時期に来たすんげえいい時期に来たわ。イブラヒモビッチが新監督に就任で、ロサンゼルスギャラクシーの未来は明るいものとなるだろう。まあ、スウェーデンリーグで結果出したんで、来シーズンはロサンゼルスギャラクシーが取れるタイトルは取ろうと思います。